特集です。ロアッソ熊本のホームゲームでチームを盛り上げてきた DJ コバさんがこの前の土曜日に行われたホーム最終戦で卒業しました。 DJ コバ、最後の1日を追いました。私のことが嫌いになってもロアッソ熊本のことはずっと愛してください。どこかで聞いたことのあるメッセージ。ユーモアあふれるトークの一方で、試合前には気迫のこもったこのアナウンス。いくぞ、180万杯だ。赤の日本ロアッソ熊本のスターティングメンバー。ロアッソ熊本のホームゲームで常に会場を盛り上げてきた名物男、小林弘樹さん。始まりは選手でした。2007年に当時のロアッソ熊本に加入し、ゴールキーパーとして全試合にフル出場。翌年も主力選手として活躍し、チームの J2 参入に大きく貢献しました。熊本以外のユニフォームを着るつもりもないので、ここでできたら幸せだと思います。2009年に現役を引退した後も、少しでもロアッソと熊本のために働きたいとスタジアム DJ としてチームに残りました。それから8年、サッカー業界しか知らない自分の殻を破りたいと退団を決めました。いろんなことチャレンジして、いろんなこと吸収して、もっともっと人間を大きくしていかなきゃいけない中で、やっぱりいろんなとこ飛び出して、いろんなこと吸収して、いろんな仕事をして、やっぱ人間としての、ね、あの幹を太くするために。来ました。ちょっとサプライズ。びっくりした。すいません、ちょっと先に見なくて、すいません。頑張ってください。頑張ります、頑張ります。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。頑張って。はい、頑張ります。嬉しいですよ、みんな応援していただいてですね。本当に皆さんのおかげで僕がスタジアム DJ できたと思ってますんで、僕一人じゃ絶対できないんですよ。本当サポーターの皆さんとか、たくさんの人に支えられてやってきたので、本当に嬉しいですね。DJ コバの対談を惜しむ声も。もういなくなっちゃうなんて悲しいです。今日はもう小林さんのゴールをいっぱい聞きたいですね。やっぱりあのゴールが聞けなくなるというのはですね、ぽっかり穴が開いてしまうんじゃないかなという、そんな感じがしてます。そうです、これ1回目言うのは下で言わない。試合前、最後のミーティングに臨みます。準備の時から俺も最後だぜって思いながらやってるんですけど、まだ実感ないんですよね。チームが勝ってもらって、あとスタジアムが一体になってですね、選手の後押しできるようにしていきたいなと思ってます。 J2 残留に向けた大事な一戦。前半ロアッソはゴールを奪えず0対0で折り返します。なかなか叫べないですね。そうですね、でも前半は戦い方でいいんじゃないですかね。後半多分いっぱい叫べると思いますよとか、はい、思いとは裏腹に後半ロアッソは立て続けに失点。このまま終わってしまうのかと思われた試合終了間際。執念の1点をベテラン牧がもぎ取り、 DJ コバ最後の叫びがスタジアムに響きました。ワンゴールでしたけど、コバさんのゴールが聞けて、本当は勝利で送ってあげたかったんですけど。試合後の引退セレモニーでは、本当にこのスタジアムは楽しい場所なんです。これからも感染じゃありません。参戦してください。本当にありがとうございました。
もう大好きなチームですし、これからもっともっと大きくなって進んでいくチームなので、そこにこう僕が関われたのはとても幸せですし、財産ですし宝物ですよ。スポーツ違いますけど、アメリカの大リーグではですね、スタジアム DJ っていうのは選手とトレードするぐらいもうすごく重要な存在だって言われてるんですね。そのぐらいやっぱりチームを盛り上げるためにスタジアム DJ っていうのは大切な存在なんですよ ね。でそういったものをコバさんは、8年間ロアッソ熊本を支えてこられたということなんですね。やっぱり選手としての経験があるから、こういうふうにしてくれると嬉しいなっていう気持ちもあって、ずっとね、DJ を務められてこられたんでしょうけれどもね。それからよく RKK にもいらっしゃってましたけれども、とにかく大きい体で腰の低い方でこの人はみんなから愛されてるだろうなと思いましたね。はい、そんな小葉さん、今後どうするのかっていうのがね、気になるところでもあるかと思うんですけれども、この後も大好きな熊本を盛り上げていきたいということで、どこかでまた違う形でお目にかかれるのではないでしょうか。